らっしゃいませ。こんにちは。おい、こんにちは。走ったね、走ったね。はい、出過ぎですけれども、はい、ちょっとここでですね、ジャニーズの皆さん、せっかくですから、はい、お一人お一人自己紹介してもらいたいので、戻ってきて、戻ってきて、自己紹介。純烈平均身長183センチなんですけど、このグループでは2番目に背が高くて、一番太ってます、メンバーの中で唯一の既婚者で、東京都府中市、自動車で30分でここまでやってまいりました。よくですね、子供を4人抱えておりますので、街中にすでにしょっちゅう通っております2001年にですね、百獣戦隊ガオレンジャーという、子供番組がありまして、メンバー中6人中4名が、そういう地球の平和を守る仮面ライダーとか、なんとかレンジャーというヒーローを演じておりました。そのガオレンジャーのガオアクセスという変身ポーズをご覧いただきたいと思います。いきます。ガオアクセスは、よろしくお願いします。山越えでしたね。山越え、もう町が守ってくれちゃうみたいな感じでしたね。じゃあ続いてお願いします。2番いきます。純烈でリレボーカルをやらせてもらってます、白川裕次郎と申します。皆様こんにちは。いやー、皆様素敵な声でございます。ありがとうございます。僕もですね、2002年に忍風戦隊ハリケンジャーという作品でカブトライジャーという役を演じておりました。そしてね、さらにね、遡ること今から18年ほど前になるんですけれども、大相撲の世界に入っておりまして、綱の富士という仕事で相撲を取っておりました。本当なんですよこれ。そう、その時に体重105キロありまして、今現在76キロでございます。ちなみに私98キロで。いや、誰も聞いてない、誰も聞いてない、誰も聞いてない、節制すぎる。ということでね、私も変身ポーズをやらせていただきたいと思います。陣内しのびチェンジ。純烈で一番背がちっちゃい、でも178センチございます、友井祐介と申します。皆さんこんにちは。自分もですね、2001年になるんですけども、仮面ライダーアギトという作品がありまして、その中の仮面ライダーギルスという役を、まあこんな金髪だったんですけど、悪者じゃなくヒーローやっておりました。その当時の変身ポーズをしたいと思います。変身。純烈で最年少27歳後上翔太と申します。どうもありがとうございます。後でお給料払いますね、桜の皆様。僕はですね、このグループに入る前は東京理科大学という大学で大学生をやっていたのですが、ある日突然ムード歌謡を歌ってみたいと思い中退してしまいました。なんとか夢である紅白歌合戦に出場して親孝行したいと思っております。よろしくお願いします。日本クラブ所属純烈、林田達也と申します。よろしくお願いします。私はですね、約16年前にですね、ビジュアル系バンドですね、髪を立てたりをしてお化粧をして、ボーカルをやっておりました。でですね、遡ること10年前にですね、私守谷に住んでおりました。はい、そこのメガロスのジムにも通っておりました。お、はい、皆さん今日はですね、短い時間ですけども最後までよろしくお願いします。よっ、ぜひともよろしくお願いいたします。純烈、決してこんな変なグループではございません。基本6人でやっておりますが、5人はイケメンでございます。プラス1匹のペットがいると思ってもらえば、5人プラス1匹のペットのグループでございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。
ましょう。わかりづらいですね。短い時間ですが、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ということで、純烈の皆さんはね、はい、ヒーローの方がいて、秀才の方がいて、人に綺麗どころがいらっしゃるんですよ。ありがとうございます。綺麗じゃない、私綺麗じゃなくて、小綺麗なんです。あ、小綺麗あんまり変われへんね。大事でございます。はい、さて、そんな純烈の皆さんなんですけど、はいはい、なんと8月にこのムード歌謡の大先輩である、はい、前川清さんの座長公演に出演が決定いたしました。そうなんです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、憧れの大先輩と、はい、まあデビューしてから結構年月経ってますけども、やっとご一緒できるということで、まあ気合が入りすぎてメイクがこんなに濃くなっちゃいましたの。いや、それ別に気合の問題関係ないよ。このメイクもですね、その8月の大阪新歌舞伎座でございます。はい、そうです。はい、はい、チーズ皆様に見ていただきたいと思います。8月の2日から19日、はい、27公演やりますので、よろしくお願いします。お願いします。あとですね、あさって16日に私たちですね、きらめき歌謡ライブに出演いたしますので、よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いいたします。さて、この後はスターライト札幌という曲を歌っていただくんですけれども、観光大使に7月6日に就任されたということもありまして、はい、はい、もうこれは市長の方からもね、紹介していただいたという、そうなんですね、素晴らしい曲ですね。ありがとうございます。はい、こちら振り付けなどもね、皆様にぜひ覚えて帰っていただきたいと思いますので、じっくりお聴きいただきたいと思います。それでは純烈の皆さんに歌っていただきましょう。スターライト